トレルキモンズはアメリカ合衆国コールドウォーター出身の陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで9秒95、60メートルで6秒45の自己ベストを持つ。7月の世界ジュニア選手権男子400メートルリレー決勝で1走を務め、38秒66のジュニア世界記録を樹立しての金メダル獲得に貢献した。 ハインズコミュニティ大学時代には、全米短期大学室内選手権、男子60メートルを2連覇、屋外と室内の全米短期大学選手権、男子200メートルで優勝するなど活躍した。3月のドーハ世界室内選手権、男子60メートル準決勝を、全体2となる6秒55で突破し、初めて出場したシニアの世界大会で、ファイナリストとなった。 決勝では6秒59とタイムを落とし、3位のダニエル・ベリーとは0秒02差の4位で惜しくもメダルを逃した。8月19日のダイヤモンドリーグ、ベルトクラッセチュ中ッヒ男子100メートルで9秒95をマークし、10秒の壁を突破した。6月の全米選手権、男子100メートル決勝で10秒04をマークして4位に入り、ペグ世界選手権。 男子 400m リレーのアメリカ代表の座を掴んだ。全米選手権、男子 100m で3位に入ったマイクロジャースが、ドーピング問題で8から9月のテグ世界選手権を欠場することになったため、男子 100m にも出場することとなった。男子 100m は10秒21の準決勝組4着で、決勝には進めなかったが、男子 400m リレーでは1層を務めて、 決勝に進出した。ヒモンズ、ガトリン、ダービス、パットン、ウォルター・ディックスのオーダーで臨んだ決勝は、3層のパットンが4層のディックスにバトンを渡す。直前に、隣のレーンでバトンを待っていた、イギリスの選手と接触して転倒してしまい、バトンが渡らず記録なしに終わってしまった。2月26日の全米室内選手権、男子60メートルを、 室内世界歴代5位体の記録となる6秒45で制止初優勝を果たした。室内60メートルの今季世界最高記録保持者として3月のイスタンブール世界室内選手権男子60メートルに臨むと準決勝を全体3位の6秒61で突破し2大会連続でファイナリストとなった。決勝では6秒60とタイムを縮めるも、 3位のドーエインチェンバースに同タイムキサーリで敗れ2大会連続で4位に終わった6月の全米選手権男子100メートル決勝で10秒02をマークして6位に入りロンドンオリンピックの400メートルリレーアメリカ代表の座を掴んだ8月のロンドンオリンピック男子400メートルリレーに出場予選はタイソンゲートライアンベイリーを温存しながらもジェフデンプス ダービス、パットン、キモンズ、ジャスティン・ガトリンのオーダーで37秒38のアメリカ記録を樹立。決勝はキモンズ、ガトリン、ゲイ、ベイリーのオーダーで臨むと36秒84の世界記録で優勝したジャマイカには敗れたものの予選で記録したアメリカ記録をさらに更新する37秒04をマークしての銀メダル獲得に貢献した。しかし、 リレーメンバーだったゲイのドーピング処分により、この銀メダルは2015年5月に剥奪された。2大会連続の世界選手権アメリカ代表を目指して6月の全米選手権、男子100メートルに出場するも、決勝で途中棄権に終わり、2013年、モスクワ世界選手権アメリカ代表の座を逃した。3月のソポト世界室内選手権。 男子60メートル準決勝で6秒62の組4着に、終わり、3大会連続のファイナリストにはなれなかった。6月の全米選手権、男子100メートル準決勝で10秒01の組5着に、終わり、決勝に進出できる組4着とは0秒07差で、決勝進出を逃した。3月の全米室内選手権のドーピング検査で、興奮剤に陽性反応を示したため、 検査が行われた2016年3月12日以降の記録は抹消され、2016年4月14日から2年間の資格停止処分が課された。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。ありがとうございます。